プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました。今日はものすごく可愛らしいゲストをお呼びしています。ものすごく可愛い、はい、レンさんお願いします。はい、今日はですね、あの出会いは奇跡の中で重要な、まあ、主人公の、まあ、子役何役っていうのはちょっとネタバレになるのであの重要な役をやっていただきました。ね、小学生、もう中学生に来年ですよね、来年からね、はい、になります。大分から東京まではるばるお越しいただいた高宮ゆくちゃんです。高宮ゆくでした。大分県に住んでます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものすごく元気で、ものすごく遠いところからありがとうございます。すごいびっくりしまして、僕はね鹿児島なんですけど、根本真子は福岡で、高宮ゆくちゃんは大分という、同じ九州つながりで、九州ね、いいですね大分。僕も昔はよく行ってましたね、湯布院とかね、別府とか ね、 あと湯布院とか別府とかたまに湯布院とかに行ってたんですけど、まあ、別府もよく行ってますね。別府冬しか知らんかいっていう。がある、ね、そう。ね、出会いは奇跡のオーディションを、受けていただいたんですけど、まあ、ちょっとまず簡単に、今、まあ、さらっと先ほどね、出身地とご年齢はお話ししていただいたんですけど、もうちょっとじゃあ1分ぐらい自己紹介をゆくちゃんと、まあ、もし援助が必要であればお母様としていただきたいと思います。まあ、自己紹介ですね。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい。はい。高宮ゆく、11歳、大分県に住んでいます。好きな食べ物。好きな食べ物は、抹茶のお菓子で。抹茶のおかき。抹茶のお菓子。抹茶のお菓子ね。渋い、はい、渋いね。月餅とかも大好きです。あ、月餅知ってる知ってる。なんかあれですよね、お母様事務所に所属というか、はい、していらっしゃったんですね。はい、はい、そうです。はい、で今回オーディションで、まあ、私たちを見つけていただいてありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。この見つけていただいた、きっかけですとか、どうやってどのようにどなたが見つけたのかとか、おっしゃっていただけますか。私の方が、本人は携帯とかをあまり触れないので、うん、家で制限がかかってですね、うん、私の方が、インターネットでオーディション情報を見ていて、うん、オーディションサイトで、出会いは奇跡っていうのをやりますっていうのを見て、その時にあんまりこう11歳で出れるものっていうオーディションがあんまりなくって、うん、その時にその出会いは奇跡ではその年齢制限がそこまでこう なかったって、はい、それでちょっとまあ軽い気持ちでお願いしますっていう感じで応募させてもらいました。いやいやいや、ということはもう事務所からのとかよりはもうお母様が直にダイレクトに、はい、ご覧になって見つけていただいたということですね。はい、そうです。
ありがとうございます。もう本当出会いは奇跡はですね、あの生まれた直後からもあの出れるんですけど、もう 数ヶ月で出られる方もあの後からねちょっといただくんですけど、動画とか幅広いですね。幅広いですね。まあおじいちゃんおばあちゃんはまあ、ね、いらっしゃれば130歳とかでも大丈夫なんですけど、いらっしゃらなかったんですね。30歳いるんですかね。まあちょっと何回かやり取りをしたりで、奇跡的に偶然に東京で、今東京ですよということで、そうなんですかって言って、たまたま私がその時間が空いた時にまた会いましたもんね、はい、そうなんです、この仕事する前 にその日に電話で、今東京なんですっていう話で、めちゃめちゃこの根本真子のスケジュールと僕のスケジュールと会った上で、かつどなたかと会うっていうのはあまりないんですよ本当に。すごい、本当にすごい偶然です。うん、その偶然はね本当皆さんに自慢していただいて大丈夫ですよ。ですよね。偶然ほど当たり前なことはないですから。もう本当なんか計算し尽くされたような感じで、そうなんです。奇跡的なとか偶然とかよく言いますけど、必然なのでですね。はい、すべてがれるようつながりました。うん、でまあ子役ということで来ていただいて、実際撮影の現場にまあ当日まあね飛行機で来られて、まあちょっと雨がすごかったんですよ最初ね。で なんとかこう来て来られたと思うんですけど、現場に来る直前のなんかドキドキ感というか思いと、現場に着いてから実際どうだったっていうビフォーアフターをちょっと話していただきました。はい。撮影現場に行くまではなんかレンさんとマコさんは会ったことがあるので、なんかドキドキっていうよりワクワクの方が多かったんですけど、共演される方とかどういう方なのかなとか思ったりもして、撮影現場がどんな感じなのかもちょっとわからなかったので、ちょっとドキドキしながら、その撮影現場に行きました。その撮影現場では、初めて会った人も多かったんですけど、皆さんがいっぱい笑いながら喋ってたりとか、そのおかげで緊張はあんまりしなくてとっても楽しかったです。怖い人いなかったもんね多分ね。みんななんか楽しい人ばっかりでしたね。よかったですね。よかったです、ありがとうございます。実際このゆくちゃんはこの役をまあ30分ぐらいリハーサルやったり本番やったりしていただいたんですけど、実際やってみてどうでしたか？楽しかったとか、なんか勉強になったとか、なんかその辺おっしゃって。歌を歌いましたよね、ある歌をね、ある歌。はい。歌はこうちょっと世代ではない歌だったので、ちょっと練習をいっぱいやってから行ったんですけど、声が裏返っちゃうかなとか、なんか間違えたりしないかなって、その歌のところは結構、前々から心配はしてました。本人は全然裏側らない 裏返しもしないし、すごい堂々としていてびっくりしましたよ。びっくりひょうたん島ですよ本当。びっくりしました。正々堂々とね、勇気を持って大きくね、まあ自信多分があったと思うんですけど、すごい良かったと思います。ありがとうございます。あとはね、公開が楽しみです、9月10日が。一番最年少役者さんではでしたよね。
うんうん、そうそう。あの普段はゆくちゃんはあのどういうことをしているんですか。何か PR とかもあのちょっとしていただきたいんですけど。私は赤い服を着て、うん、赤い着物を着て、うん、お団子をして、あの YouTube おゆくチャンネルで古き良き日本を伝えたりとか、お手玉したり百人一首したりとか昔の遊びをいっぱいしました。ライブ配信もしたりして、1時間30分とか20間ぐらいずっといろんなテーマをしてやってます。おゆくちゃんというキャラクターで、Twitter、インスタグラム、TikTok やってます。はい。おゆくちゃん、高宮ゆくで検索してみてください。お願いします。あのすごいですね、日本のこれまでのね、そのゆかりのある歴史っていうか、そういうのを表現しながら、あとは今のあの現代のその SNS でライブ発信とかされていて、なんかかっこいいね。なんでそんなできるの、教えて。すごい世代のね、本当にね、本当昔から未来までをなんか行き渡って、何かするつもりですか、将来は。すごい楽しみなんですけど。ね、おまけに今 We have ice cream って書いてるし、よかっこいいな。あの高宮ゆくでじゃあ検索すればいいんですね。はいはい、じゃあのこのですよね、ラジオを聞いていらっしゃる方、高宮ゆくであの検索していただければあの出ますので、ちょっとポチンと押してチャンネル登録をポチンと押していただきますよ。はい、どうぞ何卒よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。出会いは奇跡の映画は9月10日なんですけど、まあこれをあの楽しみにしていらっしゃる方がおそらくまあ何名か何十名か何百名か分かんないんですけどいらっしゃるんですけど、そういうその方々に何か一言あのおっしゃっていただきたいんですけど。出会いは奇跡は根本真子さんが、いろんな人との出会いで夢を叶えていくお話です。今夢を持っている方ややりたいことが見つかっていない方、悩んで塞ぎ込んでいる方とか、どなたにも、人との出会いで人生が変わっていくという伝えられる作品だと思います。ほっこり温かい気持ちになったり、明日から頑張ろうと思ってもらえると思うので、ぜひ見てください。素晴らしすぎる。もう感動してますね。根本真子さんが感動して お手を口にこう。出会ってくれてありがとう。いや素晴らしいですね。人との出会いがやっぱりこう人を変えていくっていうのをあの教えてくれる作品だと思います。はい、ありがたいです、はい、本当に。根本真子さん。根本真子さん。いろんな方々からいろんな応援の言葉を聞きましたけど、この響きますね、あの特にこの幼いね、あのお嬢様、美しくて可愛いねゆくちゃんが心込めて今発表していただいたんですけど、ジーンときますね。ジーンときすぎても言葉が見つかりません。やっぱりいいですね九州は。じゃあ他もね、あの他の方も失礼ですけど、他もいいんですけど、じゃあ九州のつながりということでね、はい、すごく
いいですね。根本真子さんがね、福岡のね、宗像市っていうところで、あの生まれも育ちも宗像市っていうところなんですけど、まあ、人口が10万人弱ぐらいのところなんですよね。はい、僕はあの鹿児島市内にあの生まれも育ちもなんですけど、はい、で大分に生まれ育った高宮ね、あのお母様とゆくちゃんが今回東京で初めて出会ってはい、だって根本真子も上京しないと東京にいないし、僕も上京しないと東京にいなかった、うん、で九州の人たちが3名が九州で出会うのは分かるんですけど、なんだか東京で出会ってしかも映画で出会うというのは本当感動的ですよね。そうですね、もうどういうつながりなんだろうっていう、ね、そうですよね、本当にあの、うん、そこにねたまたま根本真子のイラストレーターをやってたんで、その下積み時代をあの再現するっていう、またあの作ろうと思ったことやら、まあ、いろんなことがこう重なってきてるんですけど、まあ、そうやってあの集まったわけですね、この35名ぐらいですね。35名のうち、やっぱりこのね、あの根本真子と私、蓮と高宮、ねファミリーは本当、ね、濃いというか、まあ、近しい、たまたま、ね、近かったんで、あの、はい、今後もね、ありがとうございます。楽しみなところです。うん、根本真子さん話せるようになりましたか？話せるように本当にねすみません、ラジオをお聞きになってる方からいやあのラジオを聞かれてる方は分かんないんですけど、これが YouTube になってご覧になってる方は、根本真子さんって目頭が熱くなって、とにかくなんかすごい温かそうな方っていう風に思ってますよ。あと高宮さんもね。で、僕はタンタンと話すんで大丈夫かよと思ってる。面白いです。喋ってもらわないと私が喋れない。喋る担当なんで。最近特になんか涙もろくなってしまって。うん、でも本当にね、なんかね、その出会いは奇跡に集まって、ね、くださった役者さんの中でも特にやっぱりね、なんか同じ九州のつながりっていうこともあったし、ね、もう本当に遠くからね、もう来ていただいて、もう感謝感謝、もう本当にやっぱりなんだね。で、いくちゃんも本当に素敵な方ね。お母様もまたね、あのね、ちょっと合うんですよ。合いますよね。出演してないんですけど、すいません、出しゃばっちゃって、すいません。いや、これはね、出しゃばりとは言わないんですよ。本当ね、そこ、お母様とつながり、ゆくちゃんともつながり、まあ、大体あの夢を一緒に終える仲間っていうのはすごい大事なんですよね。ねえ、出会うところで本当出会うべくして出会ったっていうような感じで、そうですね、はいはいねそうなんです、ね、楽しかったね、ゆくちゃんね。はいだったね、本当楽しかった。また会いたいんだけどどうしようかなねえ、糸電話する？糸電話はちょっとあれか。線をつなげときます。保持しときます。ゆくちゃんにね。なんかオーディションとかも、なんかこれからどんどんゆくちゃんまたオーディションとか受けていく感じなんですかね。うん。はい。女優としてちょっとやっていきたいそうなので。また。このオーディションとかね、こちらに来ることがあったらぜひお会いしたいです。ね、そうですね、ぜひぜひ、はい。今度はこういうオーディション受けましたとか、撮影に行ってきましたとか、まあ、それが東京でしたら現場が、またちょろっと立ち寄っていただいて、はい、ね、あの笑いましょう、また。これからのそのゆくちゃんのなんかこう夢だったり目標だったり、うん、なんかそういうのを聞かせてもらえますか？夢何でしょう？女優さん、女優とかバラエティ関係をいっぱいしていって、
私の作品を読み返してくれた人とかに、出会いは奇跡とかをもう一回見てもらったりとかも、してもらいたいなって思ってます。ありがたいね。もう出会いは奇跡のファン第1号ですね、本当ね。はい、うん、ねえ、人を元気するような、ね、そう、人を元気するようなね、はい、ものをしていきたいです。うん、ちなみにゆくちゃんはこの芸能の道以外になんかやってみたいな、一度やってみたいなっていう何か夢はあります？例えばなんかケーキ屋さんをやってみたいとか、お花屋さんやってみたいとか、髪の毛とかを扱う、美容師さんになりたいです。あー、はい、素晴らしい。もう綺麗にするお仕事をしてあげたいという、そういうことですよね、美容師さんのことはね。髪の毛とかを編んだりとか、特別なイベントに自分が知らない人だけど関わってるみたいな、そういうのが嬉しいです。へー、楽しい。どうやったらこういういい子が生まれたんですか？ねえ、お母様の育て方もね、お母様とお父様の育て方も、ゆくちゃんは兄弟何人いるの？4人兄弟です。ゆくちゃん何番目ですか？3番目。一番上は何歳ですか？13年生。で、下の弟かな、妹かな、何歳ですか？妹は中3のお姉ちゃん、中1のお姉ちゃん、うん、私、小4の弟。あ、なるほど。大家族で楽しそうですね。そうですね、絶えませんね、声が。ちなみにご飯は何が一番好きなの？大好物の、さっき抹茶って言ったけど、ご飯の子は。ご飯。塩おにぎり。東京に行ったらコンビニで絶対買う塩おにぎり。塩おにぎりさえあれば大丈夫。生きていけます。ああ、なるほど。なんか。いいですね。なんか親としてはどうなんでしょう。いいですね。じゃあ今度は塩おにぎりの中に僕がね、なんか梅干しとかね、根本真子が卵焼きとかね、コロッケとかね、おにぎりの中に入れてあげようかな。もうそのまんまがいいらしいですよ、塩の味だけが。そのまんまね。あ、余計なものは入れない方がいい。わかりました。じゃあちょっと皆さん、高宮ゆくで検索していただいて、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。ラジオもね、ご覧の皆様、YouTube もこちらにありますので、ここからクリックするか、QR から見るか、ちょっとしていただきたいと思いますので、またちょっとね、この対談が終わってから少しお話ししましょうかね。まあ、一旦ちょっとこの対談も時間になりましたので、本当、皆さん、高宮ゆくちゃん、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、はい、失礼します。ありがとうございます。高宮ゆくちゃんでした。はい。はい。この広い空の中で。と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星
しに誓うよ明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん、悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて、二人で聞く雨音雫一つ歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。